チャオ、あっちゃんです。今日7月の26日、水曜日、子供ちゃんとねミニオンの映画ミニオン見に行ってきて、で帰り、ウォーテル水産で晩ご飯です。はい、ウォーテル水産です。で注文した注文したこれが食べてる。ちょっと待って、自分らの分だけもう最低もう。でもまだ悩む。やっぱまあ可愛い。もう自分らだけ注文してもう必要な子たち。どこどこ。どう。Wi-Fi が切れてる。で、OK。何にしようかな、あんまりアンテナが立ってない。なんか今あるかな。うん、昨日何食べたしな。近いよ。めっちゃ早く食べたな。うん、あんまりお腹は減ってないのよ。お昼またちょっと遅いめにね、でがっつりあのお店で食べたから、
だからね、軽くってこともないんだけど、もうちょっと美味しいもの食べたいしなと思ってこう来てんけど、何しようかな。結構最初はガッツリ注文しようかへんかったちゃうねん。はい、一人ずつ、はい、どうぞ。一貫ずつお寿司が来たよ。なんという細かい頼み方。一気に注文したらなかなか来やへんで。聞いてる？一気に注文しようかんとなかなか来やへんよ。わさび寿司手洗い行ってきます。あ、はい、あ、はい、注文した？出ました。ちょっと天ぷら注文ふかして。もう注文したん？もう待ってくれたらいいのに。何を注文したの？もう半熟卵それ美味しいやん。なんで一気に一緒にやってくれたらいいのに。
真の盛り合わせ、ハンドル串カツ盛り合わせ、なんか嫌なのかもしれない。バームクーヘンを持ち売り切れてる。もうちょい小さいな。ん？置いといて。うん。醤油違う。あのあれ。甘だれ。甘だれ。うん、ありがとう。そうかな、ね、いろいろ悩んでおります。今日縁側食べる。縁側注文する。食べましょう。まだ全然一口も口に入っておりません。なっちゃう。これ一人一個ずつ食べ。ハモの天ぷら。これハモの天ぷら。ハモ、うん、ソースでもいいし塩でもいいし。甘だれでもいい。甘だれはどうかな。あ、お皿こにあるよ。はい。皿。ありがとうございます。で、串入れ。ではいただきます。いやいや、ね、注文してなかなか口に入らない。お箸は？あ、これ。で、これ甘だれ。わさび少な。甘だれでいきます。結構ね、甘だれでいくとみんなにえって言われるの。あとは甘だれが好きやね。いきます。やばい、おいしい。どう？おいしい。あ、もおいしい。やばい。あ、もうないかな。あ、もう吸うちゃうかな。こっちはほら、クッションされる。
モン行く。ソースも美味しい。これ光るのな。うん、お箸取っちゃった。レモン食べる？レモン食べる？レモン食べませんか？いらん。もらおう。フライドポテト一生懸命だよ。これはほどほどで美味しいわ。うん、美味しいわ。フライドポテトもらおう。やばい、うざくって。うざくってなんやろ。もう美味しかった。金の豪快の金ですよ。すごい。またこれわさび食ったなしか見えない。ちょっと待って、うん、好き、そう、これ本マグロを取ろう。1000円でこんなの。水入れてなかった。でもこれ大トロ食べてみ。これ醤油さす。醤油入れるとこ。とろとろ。うわ、わさびがすげえ漏れた。わさび漏れます。いきます。とろける。おいしい。めっちゃいける。では、わさび寿司いきます。怖い。いきます。ああ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 
今の普通に食べてる。ここここ、これにつけたらいいの。そうだね、他の醤油かかるやん。辛い。でもこの前より朝全然ダメ。この前もっときつかった。辛いねろ。光る光る。大トロいらんの。大トロ、こっちが大トロやね。でこっちは普通なんだけど、これえ、こちゃん、これを持っていくの。これ光るの。醤油、こっちかけて。大トロ。うん。うん、これ置ける。おいしい。どう、大トロ。おいしいやろ。このね、お腹のとこも美味しい。これ本マグロのとこだから。このお食べに。わさびつけすぎた。あーやば。おいしい。うん、これはいいです。今日大トロ好きやったら持っていきや。今日大トロと、こっち本マグロとか食べてみ。聞いてる。これ本マグロの食べて。ちょっとチーズ食べて。で食べてみ。チーズ。ちょっと食べてみ。これ普通やわ。わさびをいきます。普通じゃないわ。なるなる。次は。ああ、来た。ちょっと。ああ、辛い。油断してた。ああ、辛い。ああ、辛い。いやでも、ヒカルにほとんど6個ついてて、4個持っていいから。じゃあ2つしか食べてないんだけど、もう1回食べたい。また注文しよう。あかん、わさびハマるわ。やばい。でもマグロいらんの。大丈夫で、わさびついてないから。いいの。ちょっと辛い。大丈夫って。ヒカル食べ。こうお腹のとこ好きやろ。トロのとこにあるわ。チンコがいらんやろ。カルはこっち来ちゃうんやろ。カルはね、トロより中髪の方が好きなの。今日はね、トロの方が好きみたい。めっちゃ美味しいです。わさびだけ食べるなんて。
食べれんのかな。ここは硬いんかな。こういうから丸子の皮みたいな。これお皿やかり？ソースつけんの？ソースつけんの？あ、これだ。もうお手拭きで拭いて。半熟卵ぶちを出て噛んだら。どこまで来たか分かんないかな。レンコンとレンコンと、もうほとんど来てんのか。困るわ。あ、はい。はい。どっちかがわさびあり。こっちあり。こっちでよな。わさびなしな。なす。お天気は。シソいらんの？シソいらんの？もうシソいじゃんかね。いいよ。見えちゃった。すいません、失礼します。はい、わさびを出しましょう。やばい、全然全然違う。回転寿司とゴリッゴリで、ね、めっちゃ大きいね。うん、脂乗ってるし、すごい美味しい。わかる？これみんな食べるの。でわさびあかんから。おじさんめさんお願いします。はい。これ食べる？縁側やっぱり美味しい。うん、ありえん。
ラフで美味しい。いや、いや、やっぱり美味しい。インガバやばい。タコ食べるよ、イタル。いや、食べたかったら食べていいよ。これ食べる？マグロ食べて、うん、3人で食べよう。これ甘だれやで。醤油ちゃう、違う、これこれこれ、丼はこれ醤油。うわ、すごい美味しかった。うん、なんかお皿受けて食べ、ご飯落とすで。チーズ、チーズ、チーズの美味しいわ、美味しいわ。でもこれ食べ、レオこれ、レオこれ。テーブルは結構距離あるから読んでも聞こえへんのかな、店内うるさいからね。美味しいやろ。これ一番美味しいしね、ボックステーキだから落ち着くし。え、うん、なっちゃんお気に入りやわ、ここ近所で、近所って、まあ、車で30分20分ぐらいここにあるし。ただお酒飲めたら言うことなし。タコ、ちょっとピリッとしたっぽ。ゴルゴで中入ったんだけどちょっとスカッシュまた食べようかな。あれ、ポケット Wi-Fi が重い。
ポケット Wi-Fi 繋がってる？電波弱くない？一本？アンテナ立ってる？電波ない？電波あらへんやん。あ、ここ行ける。大丈夫。あれ、死んだ。あ、みんな、ちょっと待って。ちょっと切り切れ。あ、いけるいける。持って帰るの忘れません。ここで行ける。子供お腹いっぱいやって、また前と同じパターンだな。これはやっぱり取り付いてしまった。どう？お腹は？もう一杯？これ食べよう。なんか注文してみたん。うん？うん。これ量のもういいの？援護いらんの？え？いいの？めっちゃ美味しかったやろ。タコタコン。
いいの？置いといて。ついとるね、ちょっと。結構お腹いっぱいなんでしょうかね。縁側を食べよう。やばい、ほんまじやばいぐらいお腹が溜まってきた。まあ頑張って食べましょう。はい、まあ、縁側パイナップル、沖縄産パイナップルで作ったお酒、380円が血がついてる。飲みたい飲みたいねんけど、ダメやからねすごい脂のっこいしばいの、もうお腹いっぱいって注文してもね、あと1本はね、どうしよう、わさび寿司行きましょう。お、ああ鼻息だ。今回でもこれ薄い。ちょっと、え、何これ、あ、変なとこで食べたんかな。喉とか電電キャンに鼻がすごい今ツーンきた。でもそんなに辛くなかったよ。なんだこれ、分からへん、謎。前回食べた時痛いぐらい来てる。まああれ、あのアレルギーでね、炎症を起こしてたのもあんのかもわからへんけどね。うん、ね、とね、電池がやばい。まあこれが今に卵、
半熟卵いきます。うん、おいしい。食べてない。ちょっと待って。食べてよ。食べてよ。何やってか。怒らんでいいやん。食べるわよ。わかったよ。食べるよ。頑張るわ。一人ついた、これ全然上がる。喉、あ、喉やばい。でも美味しい。ダメが出てくる。頑張って食べます。
腹いっぱいだ。やばいな。マグロはやっぱ重いね、うん、予想以上に中がいっぱい。やばっ、なんていうド M なんだ、あっちゃんは。え、もういいの？ヨラン帰りたいの？帰りたいの？いいよ、帰りましょう。ヨランでいいの？ああ、もうちょっと我慢、頑張って食べる。我慢ちゃう、頑張って、我慢、半分我慢やから頑張って食べる。罰ゲームのようです。喉に来た今回。あれ、これ食べ方かな。うん、あ、あかんかった。ごちそうさま、ごちそうさまでした。美味しかったです。ということでね、帰りたいと思います。では、動いてるから、あ、辛い、口の中が真ん中で、あの、動いてるのわさび寿司、めちゃくちゃ美味しいけど辛いんで、チャレンジャー、ぜひ食べてみてください。1本、6個に切られてて、180円です。はい、めちゃ美味しい、涙出ます。では、またね、バイバイ。はい、今、動いてるさんで、晩ご飯食べてきました。でね、思ったより安かった。あんだけ食べてさ、大トロ、あれ1000円すんのよ。マグロ大トロね。ね、あと、お寿司結構食べて、でね、串カツとかも食べて、5716円でした。はい。もっとね、7、8000円いくかなと思っててんけど、でも、もう限界。お腹いっぱい。残しちゃいました。ごめんなさいということでね、ちょっとだけ残しちゃいました。うん。注文しすぎたけどね。うん。ということで、お腹いっぱいになって満足なんで、帰りたいと思います。では、またね。バイバイ。モテルさん、ここ、ちらっと映ってるけどね。誰か人映った。わかんないでしょう、これぐらいでは。はい。では、またね。バイバイ。